Welcome to Gundam Rain. どうも、シルエです。何ですか？というわけで来ましたね。ザク3回。主力機になれなかったザク3がですね、予想も新たに回となって登場。さて、どうなることでしょうか。コスト340となっております。最高速度が高いですね。ドムブーストなんでしょうか。高機動カスタマイズもついている。非常に速い。特性。ハイマニュパワーモード。近接性に特化した性能に切り替わり。機体性能が上昇する。ハイマニューバーモード。60秒間。グザムシステム的な移動時のスピードが 10%。格闘時のブースト消費が 10% 減少。格闘範囲が拡大し、格闘機としてなる。まあ、ブーストチャージも非常に高いですね。アーマーもそこそこ高めです。吸収としてはかなり高い方ではないでしょうか。ただ緊急機とか低いですね。まぁ、ちょっとまず機体を見て後半で回していこうかなと。ハイドポンプ。ギャン系なんですかね。信用ビームライフル、一発4000。フルオートになる。これはちょっと見てみないとわかんないですね。一発4000だよ。ロードにはかなりの時間つってもそんなに長くないですけどね。高出力弾7000。バーストショフト。まあちょっと、これはもう見てみないとわかんないです。ダウンポイントが4400と高めです。まあこれは多分、ハイメガ粒子砲的なポジションだと思うんですが、ちょっと全体的に新しい武器なので、2門なんで、ビームランチャーだから、おそらくこれは、ハンマ的なポジションでしょうか。ちょっと、これはちょっとわからないですね。結構既存とは、ちょっと、離れている。キベレマックスがもうすでに入ってきてる。で、ガルスケ。砲撃ですね。HP3 で高っ。最高速度は低めとなっていますが、ウィークシューター、クイックロード、ビームシューター。ビームシューター。ブーストチャージ低いですね。うわ、武装多いな。まあ、これは砲撃入ってくるからでしょう。ビッグガンもついているという。このビームキャノンがどんなもんなのかっていうところですね。威力4000。ダウンポイント150。ロックオンチがある。これはビームライフルですね。普通のビームライフル。高威力、銃撃の高コスト型のビームライフルですね。B3 も持っている。とかビームライフル持ちと。ただ最高、ブーストチャージ180ちょっと厳しいかなというのが正直なところではあるんですけど。出力収束。ダウンポイントがギリギリ400にならない。要はひるまない。拡散式ビーム砲。連続発射するビーム、2発式の。1回の攻撃前に8発の弾が同時発射される。ショットガン、射程距離長いですね。H。×8 なんで、これもまた新しいキャラではあるんですけど。攻撃にビームシュート、ビームキャノン。100% チャイスが離れてしまう強力な消費。ビームを照射している間、武器切り替えできません。つまり、シャガンドジャテでしか撃てませんよ、と。照射距離がそこそこ。だから、ま、しゃがんで撃つゲロビってとこですかね。チャージゲロビ、しゃがんで撃つ。使いどころがすごい限られてますけど。だからもう完全にあれですよね。ジオ来いよ、みたいな。俺が溶かしてやるぜ、みたいな。
射程がちょっと長くなってますね。W って意味がわかんないですけど。効果範囲。え？ちょっとごめん。勘違いしてる？あ、バズーカなんですね。ゲロビじゃなかったです。大変失礼しました。チャージして、で、威力が当たる、威力が一部が照射しすぎてたので、よくわかんねえな。離れた地下に強力な照射し、着弾時に広範囲を ちょっとこれもまた新しい感じ、なんかいろいろと盛り込んだ感じの武器ですね。あとビッグガン。まあこれはビッグガン2種類が追加されたっていう。ビッグガンの榴弾。これミサイルですかね。なんかいろいろ入ってますね。ビッグガンの榴弾式。サンフォルテルスに普通にミサイルもあるの。え、榴弾もあるんだ。よくわかる。しかも3点式の榴弾。いやー、わかんないですよ、これはちょっと。今回の2つの機体はかなり従来の機体にはちょっと、とは違う部分がありますね。というわけで、じゃあ早速ですね、回してみましょう。パッと、ちょっと説明長くなっちゃいましたんで、あ、ちょっとね、両方、1枚、レンタルが出たんで、レンタルでちょっと見つつ、あ、もう1回ね。はい、行ってみましょう。あ、ガラスケ行きましたね。やったね。これで両方ともチェックできますね。砲撃です。じゃあこれ砲撃狙ってみましょうかしら。最近銃撃とね、強襲が非常に多かったんですけれども、砲撃最近使ってなかったんで、まあ、ちょこちょこギガは使ってたりはするんですけど、今回のでこれ砲撃使えるかなっていう感じですね。よいしょ。機体に特殊。格闘を持たせろよ なんで？まあ、食い色なんじゃないですかね。ビームシューターってのもいいと思うんですけど、まあ、全体にイメージのある食い色が一番なんか良さそうな感じがしますけれども。あ、もう使えなくなっちゃったのか、あの2つ。いやー、忘れてたわ。猶予期間欲しかったですね。イベントメカニックチケット確か取りっぱなしでまだ1週間ぐらい使えるんだろうと思ってダメでした。私もそういうことをやります。食い色でした。やってね。まあ、人間、ちょっと余裕期間欲しかったですよね。なんかよくわかんないんで、これをとりあえず装備しましょう。ビッグガンの竜なんてどういうことだって話ですけどね。2発式、1発式なんだ。だけど武装制限ないよね。ビッグガンで竜なんてできる。ミサイルからの竜弾、何でもできちゃうみたいな感じですね、本当に。拡散式ビームキャノンもよくわからないんで。攻撃。いや、ようわからんですよ、この機体。ちょっと。これちょっと使わてみないとわからんぞということで。攻撃。まあ、コスト340ですからね、言うても。そういえばですね、今週、シャングリラじゃねえや、アクセス居住区がですね、不具合が発見されたためですね、アバオク内部になりました。まあ、どっちもあれなんですけど、アクセス居住区ちょっとひどいことになってたんで、戦闘態勢に移まあ、行しろ。不具合っていう理由付けでいいから、とりあえずちょっと回収したらっていうようなブログでは記事したんですけど、出撃する機ま体さにそうなったんを選ぶがいい。で、いや、まあそこは英断だと思いますよ。やっぱり自分がやってしまったことに対して認めるって難しいじゃないですか。だから意外とちっちゃい。これは勘違い。視点を引いているから。ページアップ。指揮官から指示が届いているぞ。これは普通の銃撃ビームライフです。ホバーですね。ホバーっぽい感じですね。いや、ホバーじゃないか。ホバーじゃない、普通かな。お腹からこう出るんですね。
あんなに出るんですね。ハイドポンプが早い。ギャンにもこのハイドポンプをください。ハイドポンプが早い。嘘だ。超快適じゃないですか。このハイドポンプをギャンさんにもください。あのちっちゃい子がいる。ちっちゃいな本当は。あれちっちゃいな。あれいつもでかいですよ。ね、ギャンにもくださいよ、それを。指揮官から指示が届いているぞ。さあ、噂の。あ、なんだこれ。全部内臓です。超まっすぐ飛ぶじゃん。超まっすぐ飛ぶじゃん。ええの、いいの、またまっすぐ飛んで。途中ですって。ほぼまっすぐじゃないですか。まだまだ。え、設置時のみってそういうこと？ジャンプ中は打てないっていうこと？そういうことか。なんだこれ。なんだこれ。え、なにこれ。は、なにこの武器。本拠点 Z が攻撃されているぞ。なにですかこれ。は、僕は何？なんだこの武器。見えます。動きが手に取るように。すげえ。かっけえ。チャージ投げ。うわ、なんだこの機体。どうですかねこれ。効果範囲があるんですよ。これ W やばくない？やばくないこの火力。まあ入ればですけど。クイックチャージで短縮できるのか。まあ高い対空性能っつっても378ですからね。ロックオン値低いし。あとこれでいいんじゃないのっていう。言うてもこっちでいいんじゃないの。いや、てか集団性能自体はすごい低くなるなってるから、もうこんな感じでしょ。これビッグガンですね。いや、面白いキャラですね。W もないんだ。リュウダの W もないんですね。なんかたくさんいろんなことができるね、こいつね。これ面白いキャラじゃないですか。あ、そうか、こいつ覚醒できるんだ。忘れてた。銀も出なかったかな。じゃあ一回回すか。もう一回出たけどなあ。1500円。残念。銀でも出て、ああ、銀でね。残念。30回程度では出ないんだよ。
まあ、生きてたから。どうですかね。本作戦は敵機及び敵拠点の殲滅だ。出撃準備。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのか。じゃあちょっとダクスリー早い。指揮官。おマジか。なんだそれ。指揮官から指示が届いている。あ、ターン、あ、なるほどね。あ、これは熱い。これは熱いでしょう。超ばらけてますけどね。あ、これはいいよ。これ欲しい。強い弱いは別に欲しい。これ射撃戦って別に格闘とかあってもなくてもじゃん。超近距離キャラ、瞬間的に全部打ち切ってるよ。投げ1分。あ、これいいじゃん。これ欲しいな。本拠点を攻撃中だよ。一旦起動するぞ。覚醒したら超面白いじゃん。やばいやばいやばい。これはコスト340だけど、バカにならないと思う。金が欲しいな。だけどこっちも結構面白いよね。遅いけど。内蔵ビームライフルいいのかなっていう。あ、だからそうなるとビームキャノンの方がいいのかな。まあ、クリリオでいいかなって感じですね。これ爆破判定なんでしょ。短い。1秒間のつつも照射時間短い。砕けろ、チリと風。まあ、いやー、これはだけど戦いやすい機体じゃないですか。もはや何も言えない。内全部内蔵ですからね。覚えてて、これが一気当選ってやつよ。射程の強化が必要ですね。自軍本拠点 Z が攻撃されて、指揮官から指示が届いている。面白い。本拠点に接近。やってやります。設置状態のみ。はい、そんな感じでございました。ちょっとこれをですね、まあ今回両機体ともですね、かなり特殊な機体になっています。まだ正直ですね、何も断言できないですね。ちょっとまあ本当はザク2、3回が欲しいんだけどな。面白いじゃん。面白いかどうかっていうのは大事ですよ。で、強い弱いは置いといて、それとは別に使ってて面白そうだなっていう肌感覚で、そうだと、ね。で、まあ、まずあるものからね。もうイベント交換チケット。あと1枚ぐらいはプラスしていきまーす。お、あ、そっちじゃないっすね。銀が出たな。というわけで、まあ、4500円さらっと使っちゃってたりするんで怖いね。まあ、だからここにしておきましょう。というわけでございました。ちょっと出なかったの残念でございますけれども、ガラスゲーム銀か。ザクツツ3回は結局銀すら出なかったかな。まあ、なかなか面白そうなキャラですね。これはまた、最近コスト320前後が熱いっすね。
ついっすね。威力減少か射程減少、手段でダウンポイント減少、フロートになる。威力減少、射程減少、連射力低下、リロード時のダウンポイント上昇。ダウンポイント上昇すんの？ 6 発同時の発射のバーストショットになる。威力が上がるんでしかも。3点。面白いね。これは使ってみてえな。ガトーさんがちょっと扱いひどくない？これ、ガトーゲルググ。ちょっともうちょっとどうにかしてくださいよ。という感じでございました。まあ、作ってですね、お披露目できればと思います。それでは今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回シルビーチャンネルでお会いしましょう。シルビーでした。